さんに高エネルギー反応、ボルガーラがファントムアウトします。これほどのエネルギー、まさか軍将機か。軍将機、敵の将軍とでも言おうか。戦闘専門の機体らしい。おそらくこれまでで最強の敵だ。ボルガーラの将軍、本当なの？ボルガーラは倒されると重要な回路を自爆させるようになっている。重要な情報を異文明に渡さないようにするためだ。そのためにボルガーラの情報解析はほとんど進んでいない。しかしこれまでに入手できたわずかなメモリー回路のデータを解析した結果、敵の戦力に関して少しだけ情報を得ることができた。それによると奴らは4体の軍将機を地球に持ち込んだらしい。今度の敵はボルガーラ4軍将の一人ということになる。四軍将。間違いない、奴は軍将機だ。それも最強の格闘専用機体。ボルガーラの神話に登場する邪神を模した敵だ。ボルガーラの邪神、格闘専用の機体。ついにボルガーラは人類に最終決戦を挑んできた。少年バダラ、ボルガーラが現れました。異星文明を壊滅させるために作られた最強の戦闘用機体、軍将機です。地球に4体のみが持ち込まれた恐るべき戦闘マシンです。地球は、人類はこの恐るべき敵に勝つことができるのでしょうか。
軍将機が倒れました。ボルガーラ最強の機体が圧倒されています。もう少しです。もう少しで人類は最強の敵に勝利するのです。4将軍の一角を撃破したのです。人類はついにボルガーラに大きな損害を与えました。我々人類が無力で攻撃されるがままの弱い存在でないことを証明したのです。事件に関する続報です。ボルガーラが撃退されてから一夜明け、被害の全容が見えてきました。奇跡的に被害はほとんどありません。被害を受けたのは千早山の周辺です。被害金額は10億円以下にとどまっているようです。このことで戦場市は財団に特別報奨を出す予定です。